こんなもん。もうよせスカル、体力を無駄に消耗するだけだ。いやけどよ、分かったよ。ナビは無事だろうか。逃げ切ってくれてると思うが。アカネちゃん、どうしてキングなんかに。わからない、どうしてこんな。決まってるでしょ、悪いやつを改心させるためだよ。アカネちゃん、世を乱し殺しまでするテロリスト、怪盗団。うん、怪盗団の名を語る極悪人ども、あなたたちは私が改心させてあげる。待って、アカネ、我が輩たちは。ああ、誰に何を吹き込まれたか知らないが、俺たちは無実だ。もうそんな言葉には騙されない、誰も信じられない。警察もあいつもあなたたちも。アカネちゃん、さあ選んで、誰から改心されたい。早く降りろ、見つかるぞ。無茶言うな。この先に茜が。隠れろ千吉、敵だ。はい、よし、慎重に行くからな。ああ頼むぜ相棒。善吉、隠れろ、敵が来てる。見つかったらひとたまりもないぞ。見つかったら即おだぶつだからな。敵が来たら死ぬ気で隠れろ。わかってる、俺が死なねえようフォロー頼むぜ。サク、いやナビ。また敵だ、隠れて。ちょっとおかねえな、おい。のルートを探すか。そっちに敵が近づいてる、隠れろ。よっと、ここで大丈夫そうか。怪盗張りの隠れっぷりだ。たく、なんだその褒め方は。全然嬉しかねえよ。いた、みんなだ。牢に捕まってる。よし、待ってろ、今助けてやる。さあ選んで、誰から改心されたい。やめろ、茜。おっさん。
警察から出られたんだ。どうしてここに。みんな助けに来たぞ。ナビ来てくれたんだね。さすがだナビ、頼りになる。お前アカネなんだよな。おおよせアカネ、こいつらは何も悪くねえ。落ち着いて俺の話を聞いてくれ。話？あんたと私が？笑わせないで。どれだけ本当のことを話しても何もしなかったくせに、今さら父親面しないで。聞いてくれ茜、確かに俺は葵の命を奪った犯人を捕まえられなかった。そんな親父の言うことなんて聞く気にならねえのはわかる。だがこのままじゃお前自身も傷つくことになる。目を覚ませ。捕まえられなかった、捕まえなかったの間違いでしょ。お母さんを殺した犯人を、あの大和田を。大和田だと？黒幕の一人、国会議員の大和田か。私は見た。お母さんを引いたのは間違いなく大和田だった。あんたにも警察にもみんなに言った。なのに誰も大和田を逮捕しなかった。ねえ、どうして、どうして大和田は逮捕されないの？警察は正義の味方なんじゃないの？それは善吉さん、話して。虹間、茜ちゃんの心はお母さんの事件にずっと縛られてる。真実を知るまで茜ちゃんは自分の思い込みにすがるしかないの。それじゃあ茜ちゃんは前に進めない。あの事件が起きてすぐ俺は捜査から外された。身内は正常な判断ができないからとな。そしてほどなく秘書が自殺し、事故を起こしたのは自分だと書いた遺書が見つかった。大した裏付けもなく、トントン拍子に話は進み、ひき逃げ犯は大和田の秘書。それが組織の出した答えだった。茜の話で遺書が捏造だと知っていた俺は秘密裏に捜査を続けていた。だが見つけた証拠はことごとくもみ消され続けた。それで諦めたんでしょ。あんたの正義なんてその程度。葵と約束したんだ、お前だけは、茜だけは何があっても守ると。何？いきなり。俺はこれ以上家族を失いたくなかった。茜が俺に残された最後の生きる意味だった。だから命に代えても茜を守ると俺は葵に誓った。今更そんな話。そしてある日、俺の元に脅迫状が届いた。捜査をやめろ、さもなくば茜を殺すとな。そんな。それでつくづく思い知った。この世には紛れもない悪がいる。現実は俺一人じゃどうしようもない、深い闇でできているとな。おっさん、今でも大和田は許せねえ。だが手も出せねえ。そうして腐っていた俺に手を差し伸べたのが今の公安の上司だった。俺はあの人を出世させるためだったらどんなことでもしようと思った。それが茜を守り葵の無念を晴らす唯一の方法だと信じてな。そのためにはお前たちを利用してでも。善吉茜ちゃん、どう？聞いたでしょ。つまりこいつは自分のために他人を利用した。自分の目的のためなら他人がどうなろうと知ったことじゃないんだ。そんな言い方。お前を守ろうとしたんだろうが。
そう、私を守ろうとしたんだよね。そのために警察官としての誇りを捨てたんだよね。アカネ、私たちのことならまだいいよ。家族だもん。お母さんも許してくれる。でも亡くなった秘書の人とその家族になんて説明するの。濡れ衣を着せられた上に今も責められる家族の人たちはどうすればいいの。誰に助けてもらえばいいの。お前そんなことまで考えて。それじゃ同じだよ。お母さんを殺して平然としてるやつと俺が大和だと同じ。あんたも警察も何もしてくれない。悪い奴を野放しにしたまま。それじゃ誰も救われない。なら私が代わりにやるしかない。私がお母さんを引き殺した奴を改心させるしかないんだ。悪い奴は全部私が倒すしかないんだ。アカネちゃん、だからキングになったのか。俺が自分の家族を守るために他の誰かを見捨てたから。間違っていたのは俺か。だからお前は俺のせいで。純吉。そうだ、確かに俺は人を犠牲にした。自分の家族を守るために他の奴らのことまで考えずに。だが他にどうすればよかったってんだ。俺は家族を守るのに必死だっただけだ。俺が悪いわけじゃない。俺は本当にそうか。誰だ。本当にお前は悪くないのか。誰が話してる。分かっていたはずだ。牙を収めればどうなるか。それでもお前は口をつぐんだ。大事なものを守ると言い訳して。お前も同じだ。身勝手で卑劣な薄汚い悪党。違う、俺はお前は正義を打って自分一人の幸福を買ったんだ。善吉。どうした。善吉、しっかりしろ。そうか、そうだった。俺は葵を殺した奴を見逃し怪盗団を利用しようとした。薄汚ねえ悪党の一人。茜に説教する資格なんざ初めからなかった。自分を。そうだ、目を覚ませ善吉。茜のために自分の心を殺してまで家族を守ろうとしたんだろ。全部大好きな茜のためだったんだろ。私のお母さんもそうだった。誰かを守るために必死だっただけだ。悪いのは善吉じゃない。本当に悪いのは善吉の家族を傷つけた腐った連中だ。迷ってんなよおっさん。善吉は茜を守った。それは決して恥ずべきことではない。問題はここからどうするかだ。お前ら頑張れ善吉。立ってください善吉さん。あなたにはまだやるべきことがあるはずです。今度こそ悪党を倒すのよ、茜ちゃんのために。そうだ、悪党はまだ野放しのまま人を踏みにじって平然としてる奴ら。つくづく情けねえな。娘に教えられ、ガキどもに諭され、確かに俺は決して褒められた大人じゃねえ。正義の味方って柄でもねえ。だが
真の悪党ってのが何なのかは分かる。真の悪党は己のために他人を踏みにじり平然としてる奴らのことだ。そんな奴らを野放しにしておけるほど俺はできてもいねえ。ようやく気づいたか。本当の敵が誰か真実を見ようともせず他者を踏みにじる獣たち。お前もまたその一人だった。今こそ決別の時だ。さあ長き獄中生活に終焉を告げよう。我は汝、汝は我。今こそ誠の正義を求めよ。この格好は一体何がどうなってやがる。あれは怪盗服。彼にもペルソナが。何してるの。早くあいつを捕まえて。来るぞ善吉、構えろ。構えろっつったって。クソ、なるようになれった。好き勝手言いやがって。この年でこの運動量はきついぜ。だがこんな風に暴れるのもたまには悪くねえ。覚悟しろ。消えろ。なめるな。手加減なしだ。腐った悪党どもがお前を善人を食い物にしてるんだ。てめえらの都合のため、欲望のため、弱い奴の血をすすってやがる。そんな悪党どもにこれ以上いいように利用されるな。俺と一緒に現実に帰るんだ。何を今さらまたそうやって私を否定するんだ。信じない、騙されない。私がこの力で悪い奴を改心させるんだ。
それを邪魔したいなら来るといいよ。その時こそあんたも改心させてやる。待て、アカネ。消えた。映像か何かだったのか。くそ。お前ら無事か。私たちは大丈夫。それよりその姿は。俺にも何がなんだか。とにかく今のうちにこの牢を何とかするぞ。電子錠みたいだな。ちょい待って、すぐ開けてやる。サンキューナビ。絶対助けに来てくれるって信じてた。みんな無事でよかった。大丈夫、私だって怪盗の端くれだ。九死に一生を得た気分だな。ああ、またジェイルに閉じ込められるところだった。逮捕されたって聞いて心配してたのよ。おかげさんで釈放されたよ、新島先生のお力でな。お姉ちゃん、うまくやってくれたのね。でも驚いたぜ、まさかおっさんまで。驚いたのはこっちだ。一体何なんだこいつは。それはペルソナの力。お前の反逆の心が目覚めたんだ。反逆ね。まあよくわからんが、これで俺も戦えるんなら願ったりだ。つか、こうなったからにはおっさんにも。うん、コードネームが必要だよね。コードネーム。ああ、お前らその格好の時は別の名前で呼び合ってるんだったな。じゃあ俺のことはウルフと呼んでくれ。俺はもう犬じゃねえ。一匹でも悪に食らいつく狼になってやる。いいんじゃねえの。うん、言われてみればウルフっぽい。かっこいいぞウルフ。これで善吉さんも怪盗団の仲間入りね。そうなるのか。ああ、よろしく頼む。早速で悪いが、このまま茜を放ってはおけねえ。力を貸してもらえるか。おい、どうしたおっさん。くそ、なんだ、急に力が抜けちまった。無理もない。ペルソナに目覚めた直後は極端に疲弊するからな。ここは一旦現実に戻るとしよう。いや待て、俺なら大丈夫だ。早く茜を。茜ちゃんを救うためにも私たちは失敗できない。万全を期すためにもここは一度戻りましょう。分かった、頼む。よし、なら。くそ。そうだな。だったら。心に反逆の炎を灯した者がまた一人。アルカナは神官、公正さと慈悲深さを合わせ持ち、法の遵守と信念を貫く強き思いの象徴。あなたたちとの出会いが彼を鎖から解き放ったのです。やはりあなたには人の誠の心を呼び覚ます類稀な力があるのですね。そういうつつましさが皆に慕われる理由の一つでしょうか。さて、お越しいただいたのは新たな処刑の準備ができたことを伝えるため。それはペルソナ自身の強化。新たなペルソナを生み出すのではなく、手持ちのペルソナを選んで強化できます。この力を使い、罪なき少女をどうか救ってください。
ごきげんよう、トリックスター。では、ご武運を。善吉、もう大丈夫なのか？ああ、伊達に公安やってねえ。少し休めば、この程度の疲労は回復できる。改めて頼むぜ。怪盗団、茜を救うために力を貸してくれ。そうだな。おう、やるぞ。